難点を言えば素人じゃできねえってやつだな。できますよ。できないな。ほら材料よりやっぱ技術のが目立っちゃうな。またそんなこと言う。でもさ、そんなこと言うんだけ。あんなほら、なんでもとりあえず接着剤だったらなんでもいいやってなっちゃうな。いやでもね、これボロボロにボロボロにな、半年経たないでボロボロになるだけだね。これ発射だけできるでしょこれ。まあありがとうございます。いえいえ。逆にこれ半年後で撮りたいですよね。またどうなってるかこうなりました。うん、あの色がねちょっときつね色になってるだけです。やっぱり焼けますか少しは。焼けますよ。焼けるけど中まで焼けない。表面の色が変わるだけ。それだから温度がどのくらいかかってきたか、あの分かるん。その色の変色の具合で。うん。だってアルピナ3年近く持ってるの。あ、本当ですか。うん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 。で3ヶ月でダメで、はい、結局ご相談来たわけよ。だってさ、ちょっと触るとボロボロボロって崩れちゃうんだもん、セメントみたいに。俺なんだと思ったらさ、よく聞いたら、うん、それだったさ、どちらか自動車さんがやったみたいな、持たないですよって言う、うん、分かるって言ってさ、その通り持たなかったみたい。だってドライバーの先ちょこっとかさると崩れちゃうんだもんね。と思って、嘘だろと思って。マフラーや始めるかな、うん、FRP がやめて社長と共同で、うん、どんなマフラーでもリペアいたします。旧車のマフラーでお困りの方。そうだよね、ステンレスのあれだってできちゃうもんね、これだったらね。要は溶接がないっていうだけ、うん、いや下手に溶接すれば溶接のとこは錆び出ちゃう。 それも結構ひどく錆び出ちゃうからね、うん、溶接やったらね。難点を言えば素人じゃできねえってやつだな。できますよ。できないな。ほら材料よりやっぱ技術のが目立っちゃうな。またそんなこと言う。でもさ、そんなこと言うんだけ。あんなほら、何でもとりあえず接着剤だったら何でもいいやってなっちゃうな。いやでもね、うん、ボロボロに半年経たないでボロボロになるだけだね。発射だけできるんでしょこれ。まあありがとうございます。いえいえ。逆にこれ半年後で撮りたいですよね。またどうなってるかこうなりました。うん、あの色がねちょっときつね色になってるだけです。やっぱり焼けますか少しは。焼けますよ。焼けるけど中まで焼けない。表面の色が変わるだけ。それだから温度がどのくらいかかってきたか、あの分かるん。その色の変色の具合で。うん、だってアルピナ3年近く持ってるの。あ、本当ですか。うんうんうん。で3ヶ月でダメで、はい、結局ご相談来たわけよ。だってさ、ちょっと触るとボロボロボロって崩れちゃうんだもん、セメントみたいに。俺なんだと思ったらさ、よく聞いたら、うん、それだったさ、どちらか自動車さんがやったみたいな、持たないですよって言う、うん、分かるって言ってさ、その通り持たなかったみたい。だってドライバーの先ちょこっとかさると崩れちゃうんだもんね。と思って、嘘だろと思って。マフラーや始めるかな、うん、FRP はやめて社長と共同で、うん、どんなマフラーでもリペアいたします。
旧車のマフラーでお困りの方。そうだよね、ステンレスのあれだってできちゃうもんね、これだったらね。要は溶接がないっていうだけ、うん、いや下手に溶接すれば溶接のとこは錆び出ちゃう。 それも結構ひどく錆び出ちゃうからね、うん、溶接やったらね。難点を言えば素人じゃできねえってやつだな。できますよ。できないな。ほら材料よりやっぱ技術のが目立っちゃうな。またそんなこと言う。でもさ、そんなこと言うんだけ。あんなほら何でもとりあえず接着剤だったら何でもいいやってなっちゃう。いやでもね、うん、これボロボロにボロボロにな半年経たないでボロボロになるだけだね。これ半年だけできるんでしょこれ、うん、まあ、ありがとうございます。いえいえ、逆にこれ半年後で撮りたいですよね。またどうなってるかこうなりました、うん、あの色がねちょっときつね色になってるだけです。やっぱり焼けますか、うん、少しは焼けますよ。焼けるけど中まで焼けない、表面の色が変わるだけ。それだから温度がどのくらいかかってきたかあの分かるん、その色の変色の具合で。へ、うん、だってアルピナを3年近く持ってるの。あ、本当ですか。うん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 。で3ヶ月でダメで、はい、結局ご相談来たわけよ。だってさ、ちょっと触るとボロボロボロって崩れちゃうんだもん、セメントみたいに。俺なんだと思ったらさ、よく聞いたら、うん、それだったさ、こちらか自動車屋さんがやったみたいな、持たないですよって言う、うん、分かるよって言ってさ、その通り持たなかったみたい。だってドライバーの先ちょこっとかさると崩れちゃうんだもんね。と思って、嘘だろうと思って。社長と共同で、うん、どんなマフラーでもリペアいたします。旧車のマフラーでお困りの方。そうだよね、ステンレスのあれだってできちゃうもんね、これだったらね。要は溶接がないっていうだけ、うん、いや下手に溶接すれば溶接のとこは錆び出ちゃう。それも結構ひどく錆び出ちゃうからね、うん、溶接やったらね、うん。